彼らにとっては人生で一回だけのツアーなんです。So for each of these children, this is a once in a lifetime tour. ぜひこのコンサートを楽しむと同時に、So while enjoying this concert, この日本にもそのような子どもたちがいるということを覚えながら、Remember that there's children just like these in Japan.人生の中に、なんという愛、愛が必要だということを感じていただけたらなと思います。ボランティアを今回初めてだったんですけど、今回のボランティアの準備ですごくみんながいろんな働きをしてくれて、私も結構チラシとか配ってたんですけど、チラシ配りでたくさんの人が足を止めてワトトのことを知ってくださることがすごく嬉しかったです。今回ワトトのボランティアをやらせてもらって、自分が何かをこう提供して、何かこのワトトの子たちに何かしてあげたいと思ったんですけど、逆に自分がすることよりもワトトの子たちからもらうものの方が多くて、自分自身とても感動したし、自分自身こうやっていろんな人からたくさんの刺激をもらってまた成長したいなってとても思いました。僕はこのワトトのボランティアとして参加しましたが、本当にこの子たちが愛を持って、その笑顔が本当に僕も笑顔にされました。本当神様に愛されている、本当にそう神様から愛を受け取ってそれを伝えていく、そうやって僕もそうやって福音を伝えていきたいと思いました。本当に僕だけじゃなくみんなが神様から愛されているっていうのを実感できたし、僕も愛されているってことを改めて今日は感じることができました。すごく勇気をもらったし、僕も物に恵まれているだけじゃなくて、他にももっと自分の気持ちだったり神様の愛を受け取って、これからまた自分の人生を変えていきたいと思いました。今回はより多くの観客、より多くの学生ボランティア、そしてより多くの感動を生み出したワトトコンサートでした。何度にも及ぶチラシ配りや30円以上での幼稚園の交渉、そして3局でのラジオ出演など、学生ボランティアが主体となって、その神様の働きを一番身近で感じられたことに感謝しています。このコンサートを通して、この真心を持って神様を使える仲間をもっともっと増やしていきましょう。本当に今回はありがとうございました。